まずちょっとね、内容をまた伺う時を持つことができまして、本当に良かったです。アースルートの音色っていうのは、なんか大自然の中を人が紡ぎ出す、高く紡ぎ出すような音色のように思います。パンフルート演奏、大塚進さん、オルガンを田口さん、ゆり子さん、バイオリンを竹内恵子さんでお送りいたしました。ありがとうございます。